演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。アイスクリームを3種類食べたいと思います。おはよう乳業のジャージー牛乳ソフト、ハーゲンダッツクワトロフォルマッジ、4種のチーズ蜂蜜、ハーゲンダッツキャラメルホリクルス。あれ、なんか前に食べたことあるようなやつも入ってるような。まあいいか、まずはこちらのジャージー牛乳ソフトからいただきます。おはよう牛乳はミルクプリンは前に食べたことあるんですけど、ソフトもあるんですね。まあどちらも乳製品か。まあではいただきます。この濃厚さ、やっぱりさすがおはよう乳業ですね。別のフレーバーを食べてみたくなる、そんな味です。続いてはハーゲンダッツクワトロフォルマッジ、チーズと蜂蜜の甘さが香るアイスと書かれていましたね。これも気になりますね。ではいただきます。アイスなんですけど、かなり甘さは控えめでちょっと塩気がありますね。ピザのチーズを食べているようなそんな感じです。アイスでこれはすごい。ラストはこちら、キャラメルホリック。ホリックとは夢中になるってことですよね。どんな風な夢中にさせてくれるのかな。色は濃いめでそうですけど、ではいただきます。単純にアイスがキャラメル味というだけでなく、ソースも入っているんですね。だから変化があって、それがまたいい。本当にすごいですね、ハーゲンダッツは。最初に食べたジャージー牛乳ソフトはミルクプリンと同様、濃厚なソフトクリームにの中、味わいが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。ちょっと氷があってシャリッとしたのも良かったですね。まあ氷は偶然あっただけなのかもしれません。別のフレーバーも食べてみたい、そう思えるミルクアイスでしたので、こちらもテイストさせていただきます。そして続きましてのクワトロフォルマッジ、こちらは噛んだ瞬間にちょっと塩気のあるチーズの風味が口の中にふわっと広がってきまして、それがチョコレートになっているので、ちょっと食感も楽しめるようになります。ただ蜂蜜はちょっとどこにいたのかなっていうような気もしますが、チーズが好きな方にはおすすめですので、これもこちらの定数とさせていただきます。そして最後にこのキャラメルホリック、こちらは本当に濃厚なキャラメルアイスでしたね。アイスだけじゃなくて中にキャラメルソースも入っていて、そちらの方がよりキャラメルの風味苦味が強かったです。2種類のキャラメルを楽しむことができて本当に夢中にさせてくれましたので、こちらの点数とさせていただきます。はい、というわけでアイスクリーム3種類美味しかったです。それでは身近用の穴に入るや朝までに、入ってどうするつもりなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。